今更ですけど、もともと私大判小判というコンビ組んでましたけどね、まあ以前話しましたけど、最も仲が良くて最も仲が悪いと言われていたコンビなんですよね、同期の中では。まあ金色グラフィティという同期に、なんか DV 彼氏とメンヘラ彼女みたいなコンビだって言われてたんですけどね。まあまあまあ、それはいいですけど、まあ結構やばいですね。なんか結構、なんて言ったらいいですね、まあまあ夜更かし見た方はわかると思いますけど、目がね3個ぐらい壊されてるんですよね。あとは何でしたっけ、あとはアザも、もともとからも同期がガチで引いてましたね、その件。まあちなみにその相方勘違いされる前に言っときますけど、私以外には暴力振っていないので、そこだけは勘違いしないように。でね、まあ、で結構、お前は芸人としてここがダメだっていうのを説教を受けていて、そのまま夏だったんですけど、熱中症でぶっ倒れたり、すごいメガネ壊されたり、体中あざ作られたり、恐喝されたり、なんか10万請求されたり、もう恐喝も脅迫もしてくるような相方だったんでね。で解散、まあ本当を言えば解散したくないとは口で言ってましたけど、めちゃくちゃ解散したかった。いや、そりゃそうでしょう。メンタル的に、精神的にも、肉体的にもなって、もう、若干、鬱に近い状態になってましたね。なんか、全然楽しくないみたいな感じの、いう状態が続いてたんで、そりゃそうでしょう。変なこと言うたびに暴力振るわれて、メガネも壊されるわ、あざ、体中にあざ作られるわ、胃に穴が開くわで、そんな、もう、胃に穴が開くなんて、もう、大変だったんですよね。なんか、決まってるライブとかがあるけど、ライブとか賞レースの前に辞退する、だったら金払え。金がないの分かっててそういうことするから。で、何が問題かっていうと、まだバイト先一緒なんですよね。